はい、こんばんは。スーパーハイレクジュースのあまついちゃです。はい、このチャンネルでは私の好きな作品を紹介しています。今週はアニメ映画を紹介しています。今週というかね、最近ちょっと1週間オーバーしちゃってるんですけど、もうアニメ映画を紹介しています。今日でですね、一応アニメ映画の紹介は最後にしようと思っていて、またね、見て面白いアニメ映画とかアニメ作品とか、いろんな作品があったら紹介していきたいなって思っているんですけど、一応今日でラストなんで、ぜひ皆さんのおすすめアニメ映画とかありましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでですね、また終わっても面白い映画があったら、このチャンネルちょっとあれなんですよね、私の日記みたいになってきてしまっていて、ただただ私が見て面白かったものをね、皆さんに紹介しているっていう感じなんですけど、メインのチャンネルだとすごい綺麗に映るように、可愛く映るカメラで撮影しているんですけども、このチャンネルだとね、ちょっとね、普通のカメラで撮っているんで、ちょっと違うなっていうか、現実見ないといけないんですけども、それでもこのチャンネルも見てくださるあなたのことがやっぱり大好きです。本当にありがとうございます。すごく嬉しいなって思っています。これからもよろしくお願いします。はい、ということで今日紹介する作品はペンギンハイウェイという作品です。この作品はですね、最初が2010年に小説が出ていまして、で2018年にアニメ映画化されている作品です。で、第31回日本 SF 大賞も受賞している作品で、このね、作者さん森見先生、森見富彦先生っていう、四畳半深夜体系とか、夜は短し歩き乙女とかね、有名な作品がいっぱいある先生の作品です。で、内容としましては、主人公が小学校4年生の青山くんっていう小学生が主人公で、まあ、頭がいいんですねで、頭がよくいい小学生、意識高い小学生が主人公で、その町、住んでいる町である日突然ですね、ペンギンの群れが出現するんですね、町の中に。で、ペンギンの正体と、彼らの目撃する先について、ペンギンハイウェイ研究っていうものを、ね、計画しまして、その研究を続します。で、このね、少年は歯科医院のお姉さん、歯科助手のお姉さんがすごい好きでそのお姉さんのおっぱいの描写がね、いっぱい出てくるんですねで、それと同時にですね、この青山くんの一緒の同級生 の内田くんと、浜本さんっていう女の子と、浜本さんが発見した海っていうなんか球体のね、海の研究も同時に進めることになります。で、ですね、この中でですね、研究していく中でお姉さんがなんとコーラ投げてペンギンを実現させれることにね、もうネタバレになってるんですけど、ペンギンを出現させるっていうね、能力を持っているということになりまして、で、かつその時研究して、海についても研究するんですけども、で、海の中からなんていうか、なんだべ、なんか怪獣みたいな、ベータなんか怪獣みたいのを出現してきて、それが街にね、現れてしまっているっていう事件が起こり出します。で、そしてやっぱりペンギンと海もつながっているんじゃないかっていうのとこと、ペンギンとお姉さんはつながっているっていうね、研究にの実験の成果ですね、がにつながるんですね。で、なんでペンギンはですね、その海を壊すことができましてですね、で、海の暴走も止めれるっていうので、で、これね、いろんな人が出てきて、浜本さんのお父さんとかも研究者として研究していて、で、そのペンギンのことに気づくんですね。で、ペンギン途中でね、町から出しちゃうと消えちゃうんですよ。で、あ、お姉さんも消えちゃうんだっていうことはもうちょっと分かってしまって、それが嫌なんですけど、最後は
海をペンギン大量のペンギンと一緒に破壊しに行きまして、お姉さんも消えてしまって、でもいつかまたお姉さんに会えたらいいなっていう終わり方で、もっと小学4年生なので、もっと頭が良くなって、もっとね成長したらまたお姉さんに会えたらいいなっていう終わりでした。はい、楽しかったですね。でもね、小学校4年生にしておっぱいが好きっていうのを認めていて、おっぱい好きで、でもなんかお姉さんのおっぱいのことを1日30分ぐらい考えちゃうみたいなっていうので、そうですね、すごい楽しかったし、メインヒロインはまあなんだろうな、おねショタが好きな方にね絶対おすすめしたい作品なんじゃないかなって思うんですけど、お姉さんがメインヒロイン、圧倒的にメインヒロインなんですけど、まあなんかヒロイン、サブヒロインっていうんですかね、なんか浜本さんっていう同級生の女の子とか内田くんとかがサブヒロインでいて、その2人がサブヒロインなのかなって私は個人的に思っていて、すごい面白い作品でした。ぜひアマプラで無料で見れたので、ぜひ見てみてください。まあ、感想としてはね、おっぱいが好きで、お姉さんが好きでっていう主人公の少年なんですけど、なんだろう、途中で出てくる言葉でですね、おっぱいは好きだけど、おっぱいが好きな気持ちとお姉さんが好きな気持ちは違うんだみたいな、なんだっけ、ちょっと正確に覚えてないんだけど、まあ、そういうのが出てきて、やっぱおっぱいは正義って思いましたねおっぱいは正義って思ったし、うん、おっぱいは正義ですっていう感想でも私もその言葉すごい素敵だなって思っていて、やっぱりね、まあ好きになってもらうときに、おっぱいを好きになってもらったり、お尻を好きになってもらったり、めちゃくちゃやっぱり嬉しいなって思っていて、でそっからでも自分のことを知って好きになってくれる人がいたら人生すごくいいなって改めて思わせてくれる作品だったかなでした。あ、でも一番はおっぱいは正義って思いましたねはい、以上です。はい、この動画最後まで見てくださってありがとうございました。それじゃあまたね。